魔女長です。今日はトイザラス福袋開封やっていきたいと思います。はい、ということでもうこれは毎年ですね。今年もトイザラスの福袋を購入したので開封していきたいと思います。で、今回の福袋こちらです。じゃ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 ーん、トイザラスラッキーバッグキュート。何か気づいた？気づいたよね。ついに名前が変わりました。あの前までトイザラスのこの福袋ってガールかボーイかだったんですよ。今年はキュートかクールかになりました。きっとさ、これまた時代なんでしょうね。なんか今男の子女の子とかさ、そういうのを差別しないようにしましょうっていう感じなのかな。まあ私は女の子系の商品が欲しいので、まあ、とりあえずキュート買えば大丈夫かなと思って今回キュートを選びました。で、価格の方がこれで4999円、まあ約5000円の福袋です。トイザラスの福袋いつも5000円いかないのに内容が豪華なんですよね。今年は何が入っているかな早速開けていきましょう。工場長がデザインした布、国家 EC サイトにて先行販売中。あとなんかパッケージがさ、すごいお正月感増しましたよね。めっちゃめでたい感じのパッケージで、開ける方もワクワクしちゃう。じゃ、まず一番上のやつから出していきまーす。かわいい。キュートだからか。見て。なんか今までにないことが起きてる。マイメロのトートバッグ。え？もしかしてさ、クールとか買ったらさ、ポチャッコとかさ、そっち系になってたりした？なんかクールを選んだらメカメカしいのが結構来るのかなって思って選ばなかったんですけど、クールももしかしたら楽しいのかもね。めっちゃ可愛くない普通にさ、大人嬉しい。これ嬉しいわね。え、なんでトイザラスこういうのになった？どうした？なんかトイザラスイコール今までおもちゃだったからちょっとびっくり。実用的なの来た。では次。え、ちょっと待って、次行くよ。ポーチじゃん、かわいい。え、待って待って、方向転換してきた。路線変更。おもちゃやめた？文具系とかそういうこと？これは何のキャラクターなんだろう。多分さ、みんなの方が詳しいと思うわ。キャラクター名はシナプス。なんかシナプスって聞いたことあるな、キャラクター。シナプスの結構がっつり入るポーチ、すごくない？え、これめっちゃ使えるじゃん。え、普通の雑貨福袋になったのかな。え、めっちゃ良くないですか、いっぱい入るポーチ。あ、シナプシュだ。これだ、これ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 、見たことある。では次、3つ目見ていきたいと思います。これは何だろう。じゃじゃじゃーん。またマイメロだ。マイメロは嬉しい。私サンリオの中でポムポムプリンとマイメロ好きなんですよね。こんなデザインのマイメロちゃんポーチでーす。これさ、ここがワイヤー入ってて、しっかりこう、わかりますか？こういう感じ。こういう感じに開けるやつ。普通にペンケースとかにも使えそうだし、お化粧品入れて。ここがバッグっていうのもまたいいですね。続いて4つ目。4つ目なんだろう。おもちゃ入ってないのかな？あ、これなんだ？なんだ
でかいぞ。これか。いきます。これおもちゃじゃないかな。いきますよ、せーの、じゃっちゃらん。でかっ。待って、これさ、いや待って、一時期全然手に入らなかったやつだよね。鬼滅の刃のアクアビーズ、すごくない？アクアビーズのこんなでかいセット入ってるの、すごくない？え、だってこれ一時期全然買えなかったからね。知ってる？みんな知ってる？一時期って言っても多分 2,3 年ぐらい前かな。本当になかったはずだよ。それを入れてくれてるなんてすごいね。ありがとうございます。次が、あ、まだ入ってる。じゃん、かわいい。え、待って、どうしよう、当たりすぎる。トイザらスの福袋、今年のキュート当たりすぎる。白クマ風呂敷のなんか組み立てるやつだ。白クマと風呂敷のこの組み立てていくやつ、まさかの隅っこ暮らしが入ってくれてるなんて、めっちゃ太っ腹じゃない？まあ、欲を言えばトカゲが良かったけどさ。あ、こういう感じなんだ。ちゃんと接着剤もついて、結構分厚いやつをパチ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 切り離して繋げて、最後くっつけて白クマを作るっていうやつです。でもハサミとか使わないでできるから簡単に作れていいですね。次が最後かな。あ、まだあるわ。まずこれ、これシノプシュじゃん。ちょっとさ、言っていい？あのめっちゃいいトイザラスのキュート、なんか年齢層上げてくれてる感、むしろ大人でもうわーっていう内容になっていると思います。すっごい触り心地のいいシナプシュクッションです。なんかマウスのところとかにあったらいいのかな。手を置いてマウス枕みたいな作業がはかどりそうなクッション、ありがとうございます。そして最後もう一個入っています。これはもう誰もが楽しめるやつですね。じゃあ、かわいいぞ、バスボール。何のキャラクターかわかんないけどめっちゃかわいい。チキップダンサーズですって。ちょっとゆるい感じがすごいかわいいキャラクターです。ということで今日はトイザラス福袋2024開封していきました。いかがでしたでしょうか。本当になんかリニューアルしたねっていう感じの内容じゃなかったですか。今までのガール、ボーイはあんまり開けたことなかったんですけど、ガールは本当に女の子っていう感じの内容だったのが、キュートになって可愛らしい内容、おもちゃだけに特化しているんじゃなくって、ちょっとファンシー系の雑貨で、しかもちゃんとキュートな内容の雑貨、可愛いもの好きな子供や大人、とにかく可愛いもの好きの人が楽しめる内容になっているんじゃないかと思います。これは、いや、クールも買ってみればよかったかも。クールだったらどうなってたんだろうね。そんな感じで本日はトイザラス福袋2024開封でした。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバイ。